株式会社 APR は神奈川県厚木市に本社を置く日本の企業。モータースポーツ関連事業を主力とし、自動車用パーツや二輪車用パーツの製造販売も行っている。1996年と1997年にスーパー N1 耐久に参戦。百九十八年から全日本 GT 選手権 g t 三百クラスにコンストラクターとして、 MR2 で参戦。2000年以降はトヨタのセミワークスとして活動している。1999年、2002年、2005年、2007年にチャンピオンを獲得した。2006から2007年にディズニー映画のトイストーリー、2008年には同じくカーズとコラボレーションした MRS を参戦させた。2001年からアルタの GT300 チームの オペレーションも担当。2003年にはガライアでの参戦に伴い同社の GT300 マシンの設計、開発を担当した。2010年シーズン終了をもってアルタとの契約を終了している。2012年はスーパー GT 初のハイブリッドカーとなるプリウスとアウディアール 8LMS ウルトラの2大体制で参戦。2013年は第3戦までは 前年同様プリウスと R8LMS ウルトラの2大体制で参戦していたが、ボンズレーシングが第2戦で活動休止したことから第4戦からは R8LMS ウルトラの代わりに同チームの参戦車両である日産 GT、R ニスも GT3 を引き継ぎ参戦することとなった。2016年は市販車の新型プリウス登場に伴いプリウスを2大体制化。 31号車は従来のスーパー,アーキャッパシした30号車はリチウムイオン電池とバッテリーの使用を分けている。また同時にトヨタカローラ、三重社長の長井博明がドライバーに就任し、社員メカニックの研修も並行することになった。2019年は車両規則変更に伴いベース車両をプリウス PHV グレインスポーツに変更、エンジン搭載位置が ミッドシップからフロントとなった。1996年と1997年にスカイライン GT-R で参戦。1996年は第6戦からの参戦でシリーズ6位の成績を収めた。デビュー戦でいきなり3位を獲得し最終戦で2位を獲得するなどデビューやながらなかなかの活躍を見せた。百九十七年はフル参戦をし、 シリーズ5位を獲得した。翌年からの全日本 GET 選手権への参戦により、スーパー N1 耐久への参戦は終了となった。もともと自動車チューニングパーツメーカーであるアペックスのレース部門であったことから、アペックスレーシングを略してエイプリルとなった。分社会以降は、ポールポジションのピートレーシングの r に 電話帳の英字検索で最初の方に来るようにと頭文字に A が添付されたと説明されている。ありがとうございます。